こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。じゃあ、デューおめでとう、ありがとうございます。そう、8月6日にある東京アイドルフェスティバル、ティフですね、ティフに、そう、出演することが決まりました。テロップなんて書いてないんだろう。おめでとう、ありがとうございます。
これでいいかな。お、生誕祭登壇してあり、ありがとうございます。ぜひたくさんゆうちゃんと一緒にりんかちゃんを応援しましょう。応援お祝いしましょう。取りしたので一回生誕祭を応援しよう。ありがとうございます。そう、いくのちゃんと一緒に、いくのちゃんとザバちゃんとななかちゃんが6期生でいます。リュウはいろんなアイドルさんがそうなので、そう楽しみです。ソフトイベントは初めてですね。本当はアソフェスにね出る予定だったんですけど、6期生で結構去年の夏今頃ですね。でもそう中止になっちゃったので初めてです。ソフトイベントでもクリスマスマーケットな、出ることあるか。バクさん、だるまたくさんありがとうございます。班長さん、ハートもたくさんありがとうございます。そう、6期生で出ました。ゆいなだゆいなだ来てくれてありがとうございます。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。そう、まんじゅうさぎ、まんじゅうさぎのね、ゆいちゃんのうちは持ってるの本当に可愛すぎました。そう、画像見ました。おばんちゅうさぎで、ゆうちゃんおめでとう、ありがとうございます。いくのちゃん大きいからゆうちゃんだけ子供だと思いそうだよね、思った。おにいちゃん本当、いくのちゃんと一個しか離れてないけど、いくのちゃん身長高いからね。お前、そう、前の子。
デュー在韓アイドルの中で最年少、そうなの。飛行機のコンソメス、あ、ほんとだ、飲めるじゃん。やった、起きとかないといけない。寝てたらどっか行っちゃうのかな。ひろたんさん、班長さん、たくさんハートありがとうございます。いくらちゃんは去年から5センチ身長伸びたけど、ゆいちゃんは10センチ伸びたから追いつくよ、追いつくかな。飛行機はいつも寝そう、寝てますね。あきちゃんのパンチウサギ恐怖症は改善できる、改善できるかな。改善できることを願います。パンチウサギたくさんいるのでめっちゃ強い、しっかり水分と塩分補給してね、ありがとうございます。以前はサシとナコちゃんが出るっていうのテレビ番組あって、そう、すごい。あれとかミクソ、あの3年 D 組ですね。最高の教師です。明日の10時からですね。確か2015年のハルピセンターの大人列車の時が当時の TIFF 史上最高の動員数が、へえ、そうなんですか。あ、15分ありがとうございます。148、リンカちゃん生誕祭、トーレンしたから的につけてね、座席分かったら幸せ。でもね、いいじゃん、座席、あの座席ね、なんか見ても分かんないの、あの振りに集中して見えなくなっちゃう。だからできれば
でも伝えたら欲しい。じゃあ早速め、あ、大丈夫ですじゃん。暑いから気をつけます。応援の時はゆいちゃんの応援グッズのティックとゆいちゃんのそう見つけやすいです。応援グッズこちらとかりんかちゃんだってまるまるとかだったりして、どうだろうね、わかんない、まだいつもわかんないですどうなんだろう。多分皆さんの予想をはるかに超えていくと思います。ユニットみんなね、ユニットこれかなと思ってるのと真逆ですね。絶対にリンカちゃんのセーターそれなので、イちゃんのうちは持ってっていいかな。イちゃんのうちはとリンカちゃんのうちはどっちとも持ってきてくださいならでも全然イちゃんだけでも大丈夫だと思います。天使の尻尾がもう違いますねそう言えないからね、そう言えないんですよ。ニーナ&リンガーチア持ってるから最強、最強ですね、最強。ジャンヌダルクの旗はゆいちゃんまで、ゆいちゃん前ね、あれ6期公演の時に1回だけ持ったことあります。でもめっちゃ重かった。セーター T シャツは着ないなセーター T シャツでもピンクで見つけやすいです。まあピンクで、もしかして天使の尻尾、天使の尻尾ではないですね。皆さんの予想を
はるかに超えてドーンっていきますね。なので皆さん当日のお楽しみということで、楽しみにしていてください。今回はゆいちゃんが手紙書いた雰囲気で、あ、ゆいちゃんじゃないのね。ゆいちゃんじゃないのか。そう、あの皆さん前をね覚えてほしい方はこうとか、なんか洋服のところとかに首からかけたり、あれ名札をね貼ってみてください。名札というか名前を書いて首にぶら下げたりしてくれると名前が覚えられます。なので皆さん名前を書いてください。スカイ水泳、スカイ水泳。なるだ。何年匿名希望、匿名希望。そう、どなちゃん持っていくかも。推奨してくれると嬉しいです。うちゃん自分の名前、自分の名前。こんばんは、こんばんは。来てくれてありがとうございます。ゆいちゃん泳げる？泳げないです、プールは。なんで、潜ることしかできないです。足バタバタバタならできます。バタ足ですね。バタ足ならできます。溺れて、そう、溺れてますね、多分。いいちゃんが泳いだらもう、あれ、1秒で止まります。博多あるビートのビート版。ビート版で、こう、シューっていけるんです。泳げない人にとって水泳の授業は地獄。息継ぎなしで何メートル泳げる？3メートルです。3メートル泳げる。息継ぎ、もともと泳げないからダメなんです。
そう、浮き輪は必須ですね。チューポンさん、アツクさん、ありがとうございます。いちゃんは浮き輪でブカブカ泳いでるタイプ泳いでるタイプですね。水泳部だったから毎日こう着る。水泳部、いいちゃん絶対入れないですね、水泳部。これで日曜日のお話かな。そう、すごい。これ日曜日にね、オンライン握手会で着た洋服です。お花です。ちゃんと息継ぎの練習するという。そう、息継ぎのね、こいつしながら泳ごうとしてきて、そうで沈んでいくんですよ。水中メガネ好き。水中メガネ、水中メガネ、あの水の中でも目が見えるやつですね。そう、度が入ってるやつですね、ゆうちゃんは。ゆうちゃんは。そう。ゆうちゃんは目が、そう、良くないので、あれ、プールとか海とかで、海とか、プールとか、行ったら、ぶつかって申し訳ないので、ドツキですね。ゴーグル。後ろの席までは見えないですね。じゃあ目が良くても見えないです。後ろの席は暗くて見えないんです、後ろの席。あれ、花道に行ったら分かるんですけど。そう、
いつもニコニコいいので起きてくれてありがとうございます。こんばんは。うんね、これはリコちゃんのと君まろ、これです。リコちゃんのと君まろのコップです。で、かわいすぎる。で、黄色ですね。これの水色バージョンをね、コッペにあげました。ボチャムコップです。めんつゆじゃないです。めんつゆ飲めるね。めんつゆ飲んだらすやばいみたいになっちゃう。ちょっと待って。お、新キャラではないですね。前からいました。コップまで、そう、コップまでありますよ。めんつゆだけ飲むと、めんつゆ飲んだらそれやばいです。おパンチウサギの仲間です。おパンチウサギの仲間というか作者さんが同じですね。おパンチウサギはかわいそう、かわいそうなだけで、んぼちゃむは君まろが助けてくれるので、んぼちゃむ平和です。これ何？うさぎ？うさぎ、うさぎです。これうさぎ？うん、これは未確認生物。鳥かチェック不足でした。ユーナ大使確実な修行してきてね。修行お願いします。また新しいね、あれキャラが出てきそう。可愛いキャラがいいな。でもアキさんはおパンチウサギが好きになれないそうです。うん、悲しいです。可愛いね。怖いって、そう、怖いって言われてましたね。おっ、すいません、引っかかってる。なんか豊松さん、お願いします。豊松さん、ありがとうございます。なんか豊松さん、しっくりくるんですよ。そうなんですか。そう、そう、とあるアニメのやつに似ててしっくりきますね。感じもすごい。そう、いつの手に参加します。チュー。今日はちょっと耳が一つになってしまったんですが、すいません、耳が一つになりました。ちょっとあれ、耳のちょっと猫耳じゃなくなって鬼になっちゃったんですけど、今日は歌いたいと思います。はい、耳、そう、耳どっか行っちゃったんですよ。角になりました。そう、耳が抜けて角が生えました。
耳が、そう、耳がやられました。それでは歌いたいと思います。待って、検索しないといけない。あれ、あ、ない。あれ、あった。そう、こんなことあるんですよ。ゆーちゃんもなくなることないと思ってたんですが、おしさいは何色を用意すれば。赤色とピンク色ですね。赤いとピンクです。よいしょ。それで、あ、できた。できたので、ちょっと待って、歌いたいと思います。ちょっとまだ喉の調子が悪いので、頑張ります。持ってます。あ、よかった。俺が作ったやつ、あ、そうあれ、あの、ソーマさんが作ったやつ、リアルになっちゃったの。あ、え、なんか暗くない？あ、そう、緑色にできたり、これ緑色で、青色、え、すごい。これさ、背景に、おーおお、めっちゃ暗かった。なったり、めっちゃパンチウサギがホラーになっちゃってる。暗すぎて画面で、ちょっと待って、赤色ないの。あ、やばいやばい、ホラーになっちゃう。待って、口でさらにもっとホラーになっちゃう。ゆーちゃんはこの赤色とピンク色、これです、紫だ、ピンク色を振ってください。ぜひ。すごい可愛いホラー。あ、すごい、すごい、なんて、え、すごい、見て、上見て、ちょっと電気つけないと何も見えない。そう、そう、めっちゃ、よいしょ。それではできたかな。あ、できました。それでは歌いたいと思います。
次、はい。それではなら、ちょっと待って、足が痛い。なら、何かあるかな。ちょっと待ってね。どうしようかな。あ、待って、あ、おー、え、すごい。班長さん、タワーありがとうございます。ありがとう、あ、それタワー。ありがとう、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。タワー、ありがとうございます。班長さん、すごい、ありがとうございます。バチ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 、ありがとうございます。それでは歌いたいと思います。
めっちゃめっちゃあ、プンチェさんありがとうございます。レモンの年頃キロよいしょ、ありがとうございます。よいしょよいしょ、以上ありがとうございました。皆さん、以上、手がその手が3本に。パチ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 、ありがとうございました。それではそろそろ壇上見をしておいきたいと思います。13位、イブキックさん。12位ウゴウゴさん、11位カズオさん、10位ダルマインコさん、9位フランさん、8位ワックーさん、7位ヒロタンさん、6位シャオタンさん、5位ヤスさん、4位ショウちゃん、ありがとうございます。そして第3位はくる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 っとかんチューポンさんです。ありがとうございます。イエイ。そして第2位はくる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 っとかんポテチーさんです。ありがとうございます。イエイ。そして第1位はぐる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 っとかん班長さんです。ありがとうございます。タワーもありがとうございます。ありがとうございます。ありがタワーです。ありがタワー、ありがとうございます。そうそう、そうポテチーさんも音符とハートドックさん、ありがとうございます。レアイメがゆいちゃんとは身長差があるから天使の尻尾は絶対にやりたくないって話よ。天使の尻尾でもやりたいな。でも背が、うん、背が高いから、背が高いから身長差がすごいことになりそうです。手間でもよりはやらさんだよね。手間でもよりは絶対いいと思います。リュウちゃんおめでとう。ゆいちゃん楽しみ、ありがとうございます。8月6日にある東京アイドルフェスティバルっていうにね出演します。皆さんぜひ会いに来てください。ぜひペンライトを振って盛り上がってください。このタオル、そこのタオルも振り回してください。そう、T はね今回は野外なので暑いので皆さん気をつけてください。 T 見に行くの、ありがとうございます。待ってます。おめでとう、ありがとうございます。行きますよ、ありがとうございます。皆さんたくさん、みちろうさん、ハートドクさん、ありがとうございます。ありがとうございます。っていう、いい夏の思い出、そう、夏休みの思い出、な、日記書けます、日記書けます。いーちゃんも気をつけて、ありがとうございます。気をつけます。ニコニコイナちゃん、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。1941人の方がたくさん来てくださり、ありがとうございます。同盟のナピも一緒、そう、あれ、な同盟です。な漢字のな、二人しか、あ、エレナさんもいます。
などうめですね。どんどんね、などうめ、あ、ひながさん、そう、卒業しちゃうのでどんどん減っていきますね。などうめが悲しい。おやすみ、おやすみなさい。皆さん、たくさん来てくださりありがとうございました。そう、葵さんの卒コンと夏のコンサートまであと3日。ぜひ皆さん、そう、ぜひ皆さん来てくださると嬉しいです。そう、あとね、そう、あの、このこれではないんですけど、そう、あれ、葵さんのオリジナル、葵さんが考えたグッズで、ゆいちゃんと葵さんのペアグッズ、コラボグッズが、そう、アクリルキーホルダー、アクリルスタンドで、そう、歌えるので、ぜひ皆さん買ってくださると嬉しいです。そう、楽しかったですね。ペアグッズですね。ぜひ皆さん買ってくださると嬉しいです。っていうはステージでかき氷とかき氷じゃ、すごい熱くならなそう。青い推し41個か、おお41個。おんぶしてます、おんぶしてもらってましたね。そう。ペアグッズね、とても楽しかったです、撮影が。よいしょ。あ、それではそろそろカウントして終わっていきたいと思います。それでは、2008人の方来てくださりありがとうございました。そう、ぜひ皆さん、あれ、体調には気をつけてください。それでは簡単に終わっていきたいと思います。5、4、3、2、1、またね、バイバーイ。ありがとうございました。バイバイ。あ